三浦は、海上自衛隊の輸送艦。三浦型輸送艦の一番艦。艦名は、三浦半島に由来する。三浦は、第四次防衛力整備計画に基づく昭和四十七年度、計画輸送艦四千百五十一号艦として、石川島張馬東京第二工場で九百七十三年十一月二十六日に、寄港され、九百七十四年八月十三日に、 浸水、1975年1月29日に、収益し、自衛艦隊直轄第一輸送隊に編入され、横須賀に配備された。1992年、自衛隊カンボジア派遣のために、カンボジア派遣海上輸送補給部隊を編成、人員、車両を積載し、1992年9月17日に、おじかとともに、横須賀を出港、途中で、 補給艦、トわダと合流、10月2日に、カンボジアのシハヌークビル港に入港した。12月26日に、横須賀に帰港。1993年8月10日から、薩摩、補給艦、浜名と共に、第二次カンボジア派遣海上輸送部隊の任務に、従事し、同年10月6日に帰国。1998年2月13日、退役した。 厚みに代わって、横須賀地方帯に直轄艦として編入された。2000年4月7日、除籍。収益期間中の総工程は379,719回り、地球17.6周分に達した。初の国産輸送艦、厚み退役。世界の感染第537号、会議者、1995年4月、118ページ。 会場自衛新聞2000年4月28日第2面ありがとうございます。